はい、1550回始めます。2023年9月10日。いやー、風邪ね、だいぶもう9割方治ったかな。治ったんだけど、いや疲れてたのかな。本当にね、25時間ぐらい間、あのトイレ休憩2、3回挟んでずっと寝てましたよ、この休みね。今日9月10日夕方から仕事なんですけどね、今午前2時51分、もう3時間早いな。何を喋ってたんでしょう。ちゃちゃらっとね、今日6時ぐらいまで喋って帰りますよ。はい、ね、せっかくチャンネル登録200人目前なんですけど、202人ぐらいになったんでね、マニアックな人のためにもうちょっとね、ハイオクで喋っていこうかなと、ね、せっかく始めたんでね、始めて1年ぐらいですよ、まだ。うん、マニアックな方いますね。200人弱ぐらいの方ね、ありがとうございます。本当に聞いてくださいね暇つぶしにはい、ということで今回テレ朝ニュースからね、1550回、テレ朝ニュース、今小学生中心にね、会話中にはい論破とか言ってね、相手を言いまかそうと、する子供が増えてるってことですね。うん、はい、論破とかね、論破するっていうことね、論破、あと、それってあなたの感想ですよねとか言うらしいんですよ。これなんか、流行り言葉みたいなもんでしょ。流行り言葉ってなんか流行語みたいな。ひろゆきさん、最近アベマとかでよく出てますね、ひろゆきさんね。あとワイドショーとかも出てんのかな、私あんまり見ないんですけど、それってあなたの感想ですよねとか言うらしいね。こういうことが流行ってるみたいね。それとかはい論破とかね、言って、まあ、相手を言いまかそうっていう子供がね、いるらしいけど、まあまあまあ、これ本当子供の間でね、いろんな流行語とかね、私の時もありましたね、いろいろ流行語もね、子供の間だけで流行るような言葉ね、それのまあ一環ではあるんだけども、まあいつの時代もね、子供の間で流行る言葉っていうのはありますよ。殺すとかね、なんとかっていうのもやっぱ映りますよね。あと、いじりとかね、今で言ったらいじりとか、そういう言葉、いじめじゃないよ、いじりだよとかね、あと、しかとするとか、そういう、のはないかな、なんかまあ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 、ありますよ、だけどまあ、いきなりね、子供からね、私こんな、はい、論破したとかね、それってあなたの感想ですよねとかね、言われて、まあ、それ、流行り言葉って分からなかったらね、ちょっとね、おいおい、なんだこのクソガキはって思いますもんね。まあ、ただまあなんだろう、私今のね、この小学生、中学生、高校生、もうちょっと若い、まあ、Z 世代ぐらいまで、ちょっと幅広く、いわゆる若い世代っていうのかな、くくって言うと、まあ、若いからって舐めるなよみたいな感じで、いうスタンスでいておられる感じはするね、若い世代ね。あなた方、おじさん方、おばさん方、おじいさん方、おばあさん方、の分からないような例えばスマホの扱い方とかね、パソコンの扱い方とか、できるよと、今時代は違うんだよとね、感じで来られてる気はするけど、まあそりゃそうだ、それはね、いつだってそうですよ。いつの時代もね、いろんな危機新しくなって、若い世代っていうのはね、その危機に明るいですよ。我々、私だって昔若かったんだから、そういう時代あったんだから、ただ生きるっていうのは、ね、そういうね、いろんなね、今の、そういう危機に明るいとかね、情報ツールに明るいとか、そういうのも大事だけども、ね、古来から続くじゃないけどね、人類の営みみたいなね、をやっぱ年相応10年20年じゃ分かんないようなことも30年40年50年に生きてるとね、分かってくるっていうのもあるし、やっぱりね、年重ねてくるとね、昔から、私から見てですよ、私から見ておじいちゃんとかおばあちゃんとか、その上の世代の人たちが大事にしてきたもの、大事にしてきた価値観とかね、そういったものっていうのはね、やっぱりね、年とともに分かってきたかなっていう感じはします。だからね、はい論破とかね、はい、それってあなたの感想でしょとかね、そういうのもカチンとくるけど、この人たちもおいおいね、年取って今の我々みたいになってくるのが、分かるんでね、まあまあまあ、ムカつくけどね、こんなやつ近くにいたらね、うちの息子とか、まあ息子いないからあれだけどいたらね、ぶっ飛ばしたくなるけども、
まあ流行り言葉だからね、子どもの社会でね流行ってるような言葉なんでね、まあうん、また1年2年3年5年経ったらこの人たちもね変わってくると思うんでね、あの多めに見てやりましょうって感じですかね。うん、大人は困惑ってなってる。あとマウント小学生ね、マウント取りたがる小学生いるみたい。あのマウントね、うん、これはでもまあ、子供社会も大人社会も一緒ですよ。で今どうだろう、長生きしてるって言っても100年ぐらいでしょ、100歳ぐらいの人でしょ今長生きしてるって言ったって、ね、100歳以上の人、まあ、たくさんいるけども、ね、何万人単位で1万人いないの、1万人いるのかな今日本で100歳以上、うん、それぐらいですよ。だけどまあほとんどね100歳ぐらいで死んでいくんであってね、人間ね、それ考えたら100年なんてね、あの大したことないね、長い人類の歴史、日本の歴史に比べたら100年なんてあなたね、100歳の人間だって言ってみてひよっこですよ、ひよっこ。うん、そういう風なね、あの視点を大きく考えれば、うん、まあ10歳やそこらの人間がはい論破とかね、うん、それってあなたの感想ですよねなんて言ったところで、まあ軽く受け流すぐらいの余裕を見せたいね、うん、Z 世代に対してね、青いなとまだまだ青いぞという感じでね、ふんふんって鼻でね、笑ってやるぐらいの感じでいいんじゃないですか。はい、このチャンネルね、チャンネル登録200人弱なんですけど、割とアラフィフ以上の人が多いのね、なんか類を友を呼ぶのがね、うん、若い人にも見てもらいたいんだけど、どうしても私と同年代それ以降の人がね多く登録してるみたいで、何がいいのかね、ありがとうございます、マニアックなね大人の皆様、はい、ありがとうございますね、こういうガキども相手にしないでよろしいね、はい論破、お前10年早いよっていうね、それってあなたの感想でしょね、本当に1000年早いよって感じですよ、こんなのね。会社でもいますこういう人ね、うん、本当にいるね、たかだか30年40年しか生きてないような人間がね、マウント取ってくるんですよ、何も分かってないだろうお前っていうね、青兄さんがねいるのね、実力以上に大きく見せたいマウント取りたがり野郎がね、いる会社でも、うん、いるし小学生でもいるね、本当にふんって感じですよ。はい、ということで気にしないことです、こういうねマウント小学生ね、はい、無視してやってくださいね。1550回終わりにしたいと思います。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。失礼します。